ありがとうございます。これ、これです。この電車はこの駅までです。お忘れ物のないようご注意ください。出口は右側です。飛び降りご注意ください。This is Dusebe Terminal. This is the final stop of this train. Thank you for taking the Yokkaichi Asahara Railway. Please make sure to take all of your belongings. The doors on the right will now open. Please stay clear. What's that thing? Yeah.さあ、ズベイ。さあ、一回出しそうって帰ろう。もうね、雨も降ってきたんで、ここで決めますよ。もうこのまんま、普通に、アスナの鉄道乗ってよ、帰って戻って、車に乗って帰るだけです。はい。何も行われる。そっちが。はい。さあ、ってことでね、買ってきましたけどね。あ、普通に買い出しですよ、もう。もはや。だって、地元で、地元の電車でちょろっと3駅ぐらい乗って、近くのスーパーに寄って帰って家に帰るんですから、ただの買い出し。まあ、たまにはね、まあ、こういう機会でもないとね、わざわざ、こっち来ないですから、いいんじゃないかな。うん、上渡ろうかなと思ったけど、雨も降ってきたし。はい、まあ。こんな感じやね、もう、この辺りで、ちょっと目にかかっちゃいますけどね。まあ、本当に、ただ、ドバッと押しただけ。いいのかな。でもね、やっぱね、あのね、ちょっとね、いろんなちょっと費用の都合があって、食べ物がは、あまりね、長尺のね、投稿がね、難しいですね、今日抜く人とかに頑張る。別にあげてるしいいのか。TikTok の方でね、ロングの動画はね、縦動画はもう TikTok でも上げてみようかなと思ってやってたんですけど、こっちの方がね、やっぱね、ロング動画上げるとね、YouTube とはやっぱしね、ちょっと色々と勝手が違いましてですね、うん。投稿時間の制限とか色々、10分以内とかね、あと、サイズの制限とかがあるんで、これね、YouTube よりで普段横のやつは多分 2K の、DPS になってると思うんですけど、こっちはね、2K の設定ができないんで、縦動画の場合、出力時に 4K にしてるんですよ。で、そうすると、容量がすごくでかくなってしまうんで、結果何が起こるかというと、あまりね、長い動画が出せない、ということですね。なので、ほんと短いのをブツブツとお送りする、イニシエの3、4分ぐらいの動画がもしかしたらこれ増えそうな気もしますけど、まあ、そっちの方が見やすいかもしれませんしね、まあ、ものは試してね、こんな感じでやっていこうかな、というのが、いざ、縦動画の編集を始めてみたら、あとね、BGM がね、なんかね、多分 TikTok の BGM がおかしいことになってると思うんですけど、これね、実は、TikTok って、YouTube のフリー素材の、音源が使うと、自動的に音が削除されちゃうっていうね、ミュートに設定されちゃうっていうね、実は仕様になってるみたいなんで、実は今どうしてるかっていうと、あれ、出力負けてるんですよね、うん。TikTok は TikTok 用に今度 BGM をなくした状態でして、アップロードして、で、何か BGM 使えそうな音源が、TikTok さんの中にあったらそれを入れようみたいな感じでやってるんで、なんかね、ちょっと変な感じになってると思いますけど、ちょっとね、それはね、ご容赦いただければと思いますよ。この動画が上がる頃にはもう何百本も上がってて今更だよって言われそうですけどね。よし。これ、うん、きっとやらねえんだろうな。はい、そんな感じですね。わ、ちょっと雨が強くなってきたんで、ちょっと帰りましょう。
じゃあもう、天気も天気なんで、もう落ちべきは、はい、もう電車乗って帰りますよ。以上です。ご視聴ありがとうございました。うん。